どうも、お疲れ様でございます、えー。東京都知事選がね、また噂されるようになりましたけども、例の現職の小池百合、えー、子都知事ですけども、なんとこの人がね、まあ、とんでもない嘘に嘘を重ねた、そんな都知事だったということがね、だいぶ明らかになってきたわけですけども、さあ、東京都民の方、正しい投票活動はできるんでしょうかということでございます。まずはね、 小池百合子都知事が前回の公約でお示しした7つの0ね。まあ発表した段階からできないだろうと思われていた7つの公約ですけども、やっぱり終わってみるとね、1個もできていませんでした。この辺東京都民の方、よろしいんですかねまた小池都知事に投票してしまうんでしょうかはい。そして、話題のカイロ大学ですけども、まあ実はね、小池百合子さんは日本の大学をね、 えー、まあ、入学したんですよ。どこだったかな関西学院大学か、なんとか大学だったと思うんですけどまあこれはね、まあ、いわゆる中堅大学ってやつですよね。うん。まあ、そんなに一流大学でなければ、F フランク大学でもない、よくある大学に入学したんですよね。で、一年生の時に、まあ、小池一家が資金難になって、学費が払えなくなって、まあ、退学をね、しなくてはいけなくなっちゃったんですよね。さあ、それでどうするかってことなんですけども、ある人のご縁で、 カイロ大学、<laughs> こちらのね、えー、2年生に編入することができたんですよ。まあ、ところがね、カイロ大学の試験ってのはアラビア語ですから、せっかく編入はしたんですけども、いきなりアラビア語なんてね、小池百合子さん使えるわけがなくって、新級試験に落第するんですよ。まあ、白紙で出すしかなくなって、3年生に進めなくなっちゃったんですよね。で、そこまでで小池百合子さんの学歴は終わりなんです。まあ、つまり、高卒なんですよ。 大学は2つ入ったけど、いずれも中退ということです。ございました。で、その後、カイロで、空手の専門誌っていうのをね、出すんですけども、これもうまくいかなかったんですよ。まあ、そもそも空手の専門誌なんで、日本でもうまくいってませんからね。当時、国士舘大学の何々っていう人とちょっとお付き合いがあったみたいでね。まあ、その関係で、資金をある方にお願いして、えー、まあ、雑誌を出させてもらったっていう経緯なんですけども、これはカイロ大学に行けなくなっちゃったんで、 まあその余力でね、自由をやりたいってことでやってみたんだけども、これもダメだったということでございます。で、そのっと、元総理の小泉なんとかさんとかね、その他なんとかさんっていうね、大物政治家と、いろいろと、えー、ことを重ねてですね、この辺がね、まだ小池百合子さん、当時若かったですから、だから使えるものがねあったわけですよね、女の武器があったわけですよね。まあ、それで色々と 自分のことを有利に進めることができて、えー、なんとなく、そこから政治家になったということらしいんですよ。で、最初はね、あの、カイロ大学に行っていましたよぐらいのものだったんですけども、えー、小池百合子さん自身がカイロ大学をね、卒業したってことにしとかないと、まぁ、あ、格好悪いなってことでカイロ大学卒業というふうにしたんですよね。まあだけども、いまいち受けが悪かったんで、カイロ大学、出席で卒業っていうふうにね、だんだん自分の経歴を、 ズズしくもね、バージョンアップしちゃったんですよ。カイロ大学なんて3年生にもなってないのにね。まあ、この辺は、あの、カイロ大学でどういうふうな学業を積んでいたのかってことは、ルームメイトの方がね、もうすでに証言されていて、全然大学になんて行ってませんでしたよ、みたいなことを言われていたりとかね、してるわけですよね。で、さらに、カイロ大学が卒業証明書を出したってことがありますけども、これ実はね、カイロ大学から優秀な政治家が出たということで、カイロ大学に箔がつくんで、結構ね、 あの、お金で卒業証書を出してるんですよ。じゃあ、どのようにお金を出したかってことなんですけども、日本からカイロに対しての ODA ってのがありまして、そこでね、300億円ぐらいを拠出してるんですよ。それに対してカイロ大学が感謝の意を述べてるんですけども、なんとこの感謝の意を述べてる先が、なぜか小池百合子さんなんですよね。どういうことなんでしょうかね。ODA って、国が国に対して資金を出すって話ですよ。小池百合子さんは1円も出してないんですよ。 どういうことなんでしょうかね。まあ、つまり、ODA に不正なお金を働きかける。まあ、こういったことを小池合子さんが画策して、それに成功して、その見返りとして、カイロ大学の卒業証書っていうものをね、出させたんじゃないかなっていうところなんですよ。うん。まあ、あとは、東京都民の方がどう判断するかです。学歴詐称、それから経歴詐称、いかにしても、都民が国民が幸せになれば、 それは引き換えてもあまりあるものになるでしょう。しかし、公約も守らない。自分の懐だけがふふ声太っていった。そして市、えー、国民とかね、都民が全く良くなってない。こういう状態で、これ以上、政治家が、権力を持った人が嘘をついてもいいのかなってことが、東京都民、国民に、まあ、付託されてるんではないかろうかということですね。それでは、ことの真相は、皆さんの方でお調べください。では。